タック。ボディコンを舐めるダンディ、シャンパンの雨降るバンディ、世界はまるでキャンディ、若いな。今何してんの？まだまだ人生舐めてるだろ。おっとちょっと。大人は大変だぞ。わかってるか？遅刻しそう。相変わらず品のねえ町だよな。だから人が集まってくるんじゃねえのか。最近の景気で金持った欲の塊みてえな連中がな。そいつらが酒やら女やら欲しがって集まる場所なんだ、この彼女って町は。なんだ、不器用なりに一応分かってんじゃねえか。見直したか、錦山くん。よう。なんだあいつら。現役女子大生ホステスのまどかちゃんとゆいちゃんだ。あ？ねえ、ポケベル鳴らしてるんだから電話してよ。今度いつお店来てくれるの？今日。後で顔出すよ。本当に？なんだよ、俺の言うこと疑ってる？うん、信じたいけどな。そんなこと言うなよ。ほら、お小遣いだ。やった！信じてるよ。女ってのは器用なもんだね。ありがとう。じゃあまた後でね。待ってるよ、錦山くん。いつの間にか大した顔じゃねえか、錦。お前さ、俺があの女たちにまんまと小遣いせびられたと思ったろ。けどそうじゃねえ。女とつながっとくことが大事なんだ。ん？いいか、組の上にいる兄貴たちは基本的に女にモテない。あの人たちは見るからにヤクザでございますって格好してるからな。それはなんだ。だから兄貴たちと飲むときいろんな女連れてくと、それだけで小遣いくれるし、俺の組での覚えもめでたくなる。どうせ極道やるならどんな手使っても申し上がらなきゃ意味がねえ。違うか？なるほど、そうかもしんねえな。さあ、店はここだ。今夜はとことん付き合ってもらうからな。お前、この店にはよく来んのか？ん？これで二度目だけど。なんでだ？ボトルキープなんかしてるからよ。常連なのかと思ってな。ちまちまビール飲むより見栄えがいいだろう。店のもんに顔も売れる。俺は安く見られるのはごめんなんだな。なるほど、お前は偉いよ。確かに見栄ってのを大事にしてる。おめえもこの世界でのし上がりたきゃ少しは見習えよ。
っても、おめえはそういうタイプじゃねえってことか。俺、おやっさんの背中を追いかけてこの世界に入った。孤児だった俺ら拾ってくれたあの人のために、てめえの体張るくらいしか脳がねえ。いや、もしかしたらおめえは今のままでいいのかもな。ん？おめえが下で頑張って風間のおやっさんが出世すりゃ、おめえにも出世の目が出てくるかもしれない。そういうのし上がり方もあるさ。ただおめえは風間のおやっさんの子じゃない。堂島組の組員なんだ。おやっさん、なんで俺らのこと風間組に入れてくれなかったんだろうな。そりゃ堂島組の方が格は上だけどさ。よせよ、おやっさんに考えがあってのことだ。まあそうだな。よし、真面目な話はもうやめだ。カラオケでもしてパーッと騒ごうぜ。なあ。わかった。今日はとことん付き合うぜ。知らなかったぜ、おめえがあんなにカラオケ好きだったとはよ。バカ、そらお前がハメ外そうとか言うから仕方なく付き合ってやっただけで。嘘つけ。その割にはノリノリだったじゃねえか。普段から隠れて練習してるんだろうなあ。よせよ、そんなわけねえだろ。それにしても
思いっきり歌ったら腹減ったな。締めにラーメンでも行っとくか。まだ食うつもりか。俺はそんなに腹減ってねえよ。まあいいじゃねえか、付き合えよ。天国圏でどうだ。しょうがねえな。わかったよ。さあ行くか。前から思ってたけどよ、おめえいい声してるよな。曲のチョイスは渋いけど。悪かったな、流行りの曲はよく知らねえんだ。なら少しは勉強しろって。流行りに遅れた男はモテないからな。そうか。つっても男のアイドルなんかは俺も今勉強中だ。知ったかぶりしてなんとかやり過ごしてるよ。それ周りにバレてんじゃねえのか。かもな。やっぱアイドルっつったら女だ。最近はマジで可愛い子が多いぞ。おお、そうなんだ。ああ、帰ったらチェックしてみろよ。案外ハマって俺より詳しくなるかもな。さあな。そのうち俺ら二人八匹でコンサート行ってたりして。お互い想像したくねえ姿だだな。